はい、先日ですね、ビデオ仲間の高峰さんがストリームデッキという新しいガジェット、これですね、これを買いまして、便利だということで私も買ってみました。いくつかボタン数でバージョンがあるんですが、32個のボタンの一番大きなやつ、大きいって言ってもちっちゃいんですけどね。これは何かというと、まあキーボードとかマウスで操作することをボタンに記憶させられるショートカットボタンガジェットとでも言うんでしょうか、そんなツールでございます。まあこのガジェットにはですね、アプリが付属してまして、こういったまあ Firefox、 これは Firefox ですね、ブレイブブラウザー、これは Firefox は私仕事系で使ってるブラウザーです。でこのブレイブはプライベートで使ってると、例えばこれ1回押すと指定した URL を開いてくれるということです。私はこれを押すとですね、と、あ、今ちょっと隣に行っちゃいましたね。こんな感じでボタン1個でこのブラウザーの中に4つのサイトを表示してくれるというものです。まあスクリーンショットを撮ったものを保存しておく、一時保存しておくツールだとか、プリントスクリーン、それをペーストする、それから今やってるような動画で、画面を録画する、一発で録画するボタン、それからタスクマネージャー、スキャナーというハードディスクをこう、管理するツールとか、 CPU-Z とか、まああと、アプリの割り当てをやってます。でこの T って書いてあるのはテキストの略で、これは仕事でメールを書くときによく使う、お世話になりますコムスクエアの向かい側ですと、これを押すだけでペタッとペーストしてくれるような、そんなことを割り当てます。で下の方のこの白いところは、これは音楽の編集ソフト DAW と呼ばれるソフトの Cubase のショートカット、一番下はダヴィンチリゾルブ、動画の編集ソフトのダヴィンチリゾルブのショートカットキーを集めております。でショートカットキーはですね、実際にどんな感じで使ってるかと言いますと、今タイムライン、ここの幅でまあ画面に見えてますけども、そうすると3分の動画でも結構一個一個のフッテージ、クリップにの長さっていうのは短いんですね。でこれだと編集しづらいので、タイムラインを伸ばしたいっていう時はこのボタンを押します。そうするとぐんぐんぐんと伸びていきます。それからもちろん長くするんだから短くすることもできます。こんなことで、これはですね、よくしょっちゅう使うキーなので、ショートカット登録しておくと便利だなと感じてます。あとまあ例えば、どこか特定のクリップ以降を全部選択したいという時には、今まではこうタイムラインを短くしていって、こうやってマウスで選択しなきゃならなかったんですね。これは3分の動画なんでまだいいんですけど、これが10何分とかの動画になると、あるいはもう2時間とかになると、多分とてつもない量なんで、めちゃめちゃ大変なんです、これをやるだけで。で便利なショートカットで、まあこのクリップ以降を選択っていう概念があります。それを割り当ててあるのがこのボタンですね。例えばこれを押してみるとどうなるかっていうと、ピッと押すと、ちょっとタイムラインをこれで狭めますね。はい、ちゃんとワンクリックでですね、以降のクリップが全部選択されていると。まあこれの逆に、ここに割り当ててるのは、それ以前のクリップを全部選択っていうボタンを割り当ててますが、これも非常に便利です。ただ気をつけなきゃいけないのは、このサウンドですね、このロックをしとかないとサウンドまでついてくるので、そこは注意が必要です。まあダヴィンチはこんな感じかな。あとキューベースはですね、今はこれ全体が表示されてますけども、例えばこれも同じでタイムラインをこう狭める、広げるみたいなボタンがあります。あ、これちょっとアイコンが間違ってますね。これ狭めますと、狭めたりします。で、あるいは広げたりしますと、こうやって細かいところをチェックしていきます。で、例えばですね、スペースバーを押すとその場で再生がスタートして、再生がストップするような設定して、ストップするたびに一番前に戻るって設定もできるんですけど、切り張りが多い私にとってはちょっとやりづらい、扱いづらいので止まるようにしてます。ただ音楽自体を先頭からもう一回聴きたい時には、このボタンに割り当てをしております。これを押すとどうなるかと、ピッと一番最初に戻りました。一番最初から聴きます。あとですね、音っていうのはいくつものトラックでできてますので、
その選択したトラックだけ聞きたいということがあります。で、このトラックには一つ一つミュートボタンがついているので、一個一個ミュートすればいいんですけど、トラックが8とか10になったらえらいめんどくさいので、聞きたいトラックを選択して、この1音符マーク、これですね、これを押すと、まあ分かったかな、これ以外のところは全部この黄色い M っていうのがつきました。これはミュートです。これで再生するとこのコードバッティングだけですね、入ってるのは。で、これを解除しまして、今度じゃあメロディーのところで、1シャープ、あ、シャープじゃない、音符他をミュートしますと、はい、こんな感じで便利に使わせていただいてます。あとキューベースは、ですね、縦横1画面に収める、一発で収めるっていう、ちょっとダヴィンチにもない概念がありまして、それをここに割り当てたんです。これを押すとどうなるか、これ全体が収まるように表示されると。あと私が大好きな音楽の、素材、ダウンロードサービスですかね、スプライスというサービスがあります。スプライスを押すと、これはスプライスという、まあ、有料の、まあ、メロディーだったりキックだったり、まあ、いろんな素材があるんですけども、自分がダウンロードしてきた素材をですね、ここで1月間にできてます。で、例えばまあこんなようなあの素材、これはまあ女性のボーカルだけのところなんですけど、他にもいくつもこの使ってる、今回後ろで使った音楽にも素材を取り込んで使ってますけども、こんなことができるものです。あとはですね、タスクマネージャーとかってよく使うじゃないですか。タスクマネージャーもここに割り当ててあります。はい、はい、こんな感じで割り当ててあります。あとはスキャナー、これはハードディスクの中身をこう容量をですね、視覚的に調査できるツールです。あとはまあプレミアとかアフターエフェクトとかライトルームクラシックとか、まあ、この辺を割り当ててあると。まだね、これがないと生きていけないってほど使い込んでないんですけど、これは相当便利なんじゃないかなというふうに期待しております。